さあ、あずきたきたきたきし、おお、全然食らわねえ全然食らわん、はい、余裕。はい、どうもみさこんばんは、くみろです。今日の動画は、マスターランクのモンスターが強くて落ちてしまう、怪異クエストが難しすぎるという人向けの動画になっております。この動画で紹介する装備を真似すれば、もう君たちを死なせることはないと俺が自信を持って言います。そんな装備のスキルがこんな感じになってます。見切り、防御、弱毒、渾身、気絶再生、垣根無視使い、超会心、攻撃、ひるみ軽減、強王。そして装備はもちろんラスボス手前でつける装備にしてきました。この装備を使うときは、まあ後でも説明するかもしれませんが、絶好の花結い、このね、HP が100上がるやつにしてください。ライズの時は、これ使ってる人が多かったと思うんだけども、これだとね、HP が50上限が下がっちゃうんだね。なので、忘れずにこれに付け替えてください。それではスキルの詳細と、この防具のコンセプト、このスキルがついてる意味とかを説明して、装飾品紹介して、その後にこの防具で、実際に怪異クエストのリオレイヤーのサマーソルト、何発か受けに行きたいと思います。どれぐらい硬いのか、ちょっと見てほしい。まずは、見切り、弱毒、渾身、超会心はいいとして、この防御レベルならと強王だね、これについて説明します。この防御レベルならっていうのは、レベル4スロが1個あれば一気にプラス5までいけて、さらに1スロが2個空いてれば一気にレベル7までいけます。で、レベル7の効果が防御力を 1.1 倍して、さらに防御力プラス35して、さらにそこに全属性耐性のプラス5があると。まあ守りに特化したスキルなんだけども、これをつけることによって、なんとこの装備の防具ステータスが772という驚異の数字を叩き出しております。これラスボス前で作れるんで相当高いと思う。なんなら今俺がメインで使ってる装備の防御力が639ですね。なので100ちょっと、それ以上上がってるってことになるんだよね。で、みんなも使ってる装備の防御力見てほしいんだけど、まあ、大体600ちょっとだと思うんだよね。なので本当によっぽど死ぬことないと思う。で、この驚異ってやつね、一定時間ごとに人玉取りのいずれかの効果を取得するということで、体験前やってた人は馴染み深いと思うんだけども、戦ってる最中に人玉取りが勝手に寄ってきてね、ステータスが上がっていくんだよ。で、その強王というスキルと、この鳥もちゃ団子、お団子取り寄せ術のスキルがつくお団子を食べることによって、その鳥さんの効果が必ず2倍になると。例えば HP の鳥を取ったら HP が10上がるところをなんと20上げてくれます。ってことは、HP の鳥を5匹取るだけで、HP が、まあ、上限の200までいくってことだね。そのおかげで、HP 上限200プラス、この最高峰の防御力を兼ね備えた防具になるってことなんだよ。で、わかった。でも、待てよと。俺は、スラークを使ってるんだ。双剣を使ってるんだって人。専用スキルついてねえじゃねえかと。安心してください。実はこの防具、ここ電車の音が。あの汽車の音がシュポ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 うるさいね。安心してください。この防具なんと、スロットがレベル31個、レベル31個、レベル21個という風にですね、開いております。なのでここに、例えばスラーク使いの方だったら高速変形、レベル3積むこともできるし、双剣だったら、まあ技物が欲しいなという人は技物つけれるし、属性攻撃強化が欲しいなって人は属性攻撃強化、まあ太刀だったら脳刀術だとか、体験だったら、まあ今はいるか分かんないけど集中やりたりとか、ハンマーも集中入れたりとかね。総中古だったら境界持続入れたりとか。そういうことができるわけ。で、それはたまたまじゃなくて、ちゃんとそういう風に開くように装備を選んできました。まあ、ここが大変だった。例えばスラーク専用に紹介したら、スラーク以外の人はこれ使えなくなっちゃうんで、俺はもう落ちてしまう人にこれを使ってほしいんで、どの武器でも、あ、まあガンナはちょっとダメだけど、どの武器でもいけるようにしたかったんだよ。はい、ではね、装飾品紹介します。気絶気絶気絶、通撃通撃、ひるみ軽減、かきり無視使い、防御 V、 まあ5か、防御防御っていう感じになってます。5石がね、若干ハードル高いように思えるんだけども、今使ってるのが見切り3と21っていう感じなんだけど、ここは各自持ってるやつでいろいろ調節してみてください。例えば見切りレベル221ならあるよって人はそれでも十分だと思うし、この装飾品についてるレベル2スローのやつが代わりにあれば、例えばあるか分かんないけど、通撃レベル1、かきり無視使いレベル1、スロット2みたいなやつがあれば、まあ一応なんとかなるよね。というふうにいろいろ調節してみてください。では実際にこの装備でね、怪異クエストのリオロイヤに試し切りしてもらいたいと思います。まあ今回俺が試し切られる方なんでね。で、飛びたけ櫛の説明はしてたっけ俺。まあもう一回するね、一応。飛びたけ櫛っていうのは、
ライズの時と違ってどのお団子をどの順番で選んでも同じだったんだけど、この飛びたけ串ってやつは選ぶ順番によって効果が変わってくるんだよね。例えばこのお団子護衛術を1番目に選ぶと一定量のダメージを受けた際、次に受けるダメージがさらに大きく軽減されるというふうに書いてあるんだけども、2個目に選ぶとさらに大きくが消えてさらに軽減されるだけになるんだよね。だからそういうところがいろいろ変わってしまうので選ぶ順番はかなり重要です。で、今回選ぶのはこんな感じかな。まあどうしようかな。まあこんな感じでいっか。はい、ちょっとね、過剰防衛すぎる感じはするんだけども、これでいきましょう。で、お団子剣を使えばこういう風に100にできたりします。はい、ではいきましょう。でね、クエストが始まったらまず鳥さんを一応取った方が俺はいいと思う。特にね、その腕に自信がない人とか結構死んじゃうよって人はそういうところをね、工夫してみると結構死ななくなったりしますね。で、今からは、まあ、密林なので密林の今のお決まりのルート紹介します。俺は最初駆け上がってってこういう風にどんどん取っていく。で、今強のスキル発動してないんだけど、もうすでに HP がマックスになっちゃいますね、これ。まあ、あのお食事の効果のさっきのあれよ、人玉取りの効果が2倍になるってやつ、これでもうほら、おお、すごい。俺のお決まりのルートだけでもう HP200 いったわ。これがやばいんだよね。じゃあ戦いますか。で、戦ってる最中は攻撃力がどんどん上昇していくっていう、めちゃめちゃ強いよね。まあまずは普通に殴ろうかな。よいしょ、試し切りしてもらいたいんですぐに怒らせます。 OK で泣くかな。おお、泣かない、火か。あ、泣きます。よいしょ。じゃあここからサマーソルト受けますね。できれば HP 満タンの方がいいかな。あ、ちなみに今怒った年のダメージでこれだけです。余裕すぎるでしょ。さあ来い。もう一丁回復したいな。あ、火かな。 OK、 これも全然耐えれるね。さあサマーソルト来い。俺はサマーソルトで試し切りされたいんじゃ。あ、今あの鳥さんが来て、え、防御力が10上がったね。プラス5って書いてあるけど内情は10。あ、来た。だい、はい、余裕余裕これは硬い。カチカチすぎ。ちょ、何かさん邪魔しないで。今リオレイヤーと俺が楽しんでるとこなんだけど。いや、これめっちゃ耐えるね。めちゃめちゃ耐えるね、これ。まあ今の数値からしたら3発サマーソルト食らってても耐えれるぐらいかな。いや、これはね、えげつない。本当にみんな使ってほしい。苦戦してる人は本当にこれ使ってほしい。ちょっと俺メインボーグこれに変えようかな。それぐらい、あ、これはさすがに知る。メインボーグこれに変えてもいいぐらいめっちゃ使いやすいかもしんない。ああ、まあこれは死ぬわな。まあ今の HP マックス、あ、しまったら今の HP マックス受けてみようか。うん、今の HP マックス受けてみます、あの爆発のやつ。さあ、あずき、来た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 。おー、全然食らわねえ。全然食らわん。はい、余裕。なんならもう一発どうぞって感じだね。強い。笑うぐらい強い。マジか。しかも気絶、あそこは確定で気絶が入るところなんだけども、気絶耐性ついてるんで兵でもないと。あらー、この装備、なんならメインで使ってもいいぐらい強いわ。はい、終わりました。まあまあまあ、最初に遊んでしまったので15分ぐらいはかかってるけど、遊んでなかったらまあ10分いけるかどうかって感じかな。これがソロっていうのがやっぱすごいよね。で、しかも防御がついてる火力モリモリスキルではないっていうところもミスだからね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。最初にも言った通り、この動画はマスターランクのモンスターが強くて結構死んでしまうよって人とか、怪異クエストのモンスターが強くて、なんかもうやってらんねーみたいな人向けの動画になってますので、ぜひそういった方ね、真似してみてください。防御力のスキルだからといって決して火力が劣ってるわけでもありません。火力もしっかりキープしてて、ちゃんと実戦に耐える実用性のある防具になってます。
さらにラスボス手前でも作れる装備になってますので、ぜひ本当におすすめです。ぜひ作ってみてください。ただ武器はラスボスの武器を想定して作ってるので、属性値も上げてないし、会心結構持ってるし、切れ味補正の能力もつけてないって感じだね。まあ注意点はそこくらいかな。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。